朝トリワイド、秋田便は、秋田放送ラジオで放送されている朝のワイド番組。放送時間は、月曜日、金曜日7時30分10時50分。1996年10月7日に、これまでの、ABS をはよう、ワイドと、ABS33 モーニングの枠を統合し3時間超えの、超大型ワイド番組としてスタート。ニュース、天気予報。 交通情報といった朝の最新情報、様々なコーナー、リスナーから寄せられたメッセージなどで構成される朝の自社制作生放送。TBS ラジオからのネット受け番組、話題のアンテナ、日本全国8時です。文化放送からのネット受け番組、武田哲也、今朝の三枚おろし、氷川清キ限界突破ラジオ、企画ネット番組、歌のない歌謡曲、ラジオショッピング番組、 ジャパネット高田ラジオショッピング、自社の箱番組、ガナイ、高広の名曲がいっぱいなどを内放している。番組独自のコーナーとしては、現在、朝取り占いという星座による今日の運勢を、占うコーナーや、ペット情報という行方不明になったペットの情報、等を伝えるコーナーなどが放送されている。ジャーティック、秋田センターが発信する交通情報は、番組内で2回放送される。 天気情報は日本気象協会東北支局から生電話で解説されている。ニュースは基本的に先駆けニュース。また、開始1番と2番目のニュースは担当パーソナリティが読み、秋田放送穴でない鶴岡も担当する。かかる音楽は月曜日は最新曲、火曜は、 放送日当日が誕生日の歌手の楽曲、水曜日はリクエストを受け付けていて、木曜は1970から1990年代の女性の名曲、金曜日は独自の企画が多い。水曜担当のガ内は放送初期から担当していることからミスター・アサトリと呼ばれている。2019年10月7日に放送開始24年目に突入し、 2019年10月28日で放送6000回に到達した。なお、中通り社屋になってから年末年始は休止している。ありがとうございます。